こんにちは、吉田さん。ゴーギャンの生き方、いいですよね。なんか、でも私ね、自分のためとか、世のため、人のためとか、いちいち考えてない。なんかね、気が向いたら、その通りに行動して、気が向かなかったらやらないみたいな感じで、ここまで来ましたんで、そうですね。なんか、何だったんでしょうね。だから、時にはね、周りの人に気を使って、そっちの方が、まあ、結局いいかな、みたいなね。画を通すよりも、合わせた方が、摩擦が少なくていいかなと思ったらね、なんか事なかれ主義というかそういうことをやったりとか、あとは自分の意思を貫いた方が、まあ自分も気持ちいいし、そういうのが許されそうな環境だなと思ったら、まあそうしますしね。まあ今ね、まとめるとしたら自分の行動動機を、まあ気が向いたことをやるのにお金がかかるんだったら、向いてる気とかけてもいいお金と天秤にかけて、まあ自分の気持ちを発散するためにこのぐらいの金額かと思ったら払うみたいな感じですかね。だからずっとね、ナイト2000が気になっていて、まあね、1000万ぐらいだったら払ってもいいかって気持ちになったから買ったみたいな感じですね。だからこれがね、1200万だと私買ってなかったんですよ。1200万でのオーダーもあったんですけどね、1200万だったらちょっとこの200万の差が大きかったってところですかね。今思えば1200万でもよかったかなと思うんですけど、はい。で、気が向かないことをやらなければならないときはどのぐらいこれがいただけるのかっていうことになりますよね。だってこれによって気が向くかもしれないんです、私はね。でもまあお金だけじゃなくって、どうしても困ってるんでお願いしますみたいなのが来ると心が動いて気が向いちゃうかもしれないしね。だから気が向かないことでもお金のためにやるっていうふうに言うとね、あ、結局久保さん金かみたいになるんですけども、じゃあね、逆に聞きたい。多くの人は気が向いて出勤してるんですか？それほど毎日。そんなに大好きな仕事についてるんですか？でもそんなに大好きな仕事を毎日やってるんだったら、相当もう今ね、職位が上がって給料が上がってますよねって話になっちゃうんですよ。気が向かないからこそ気合が入んないし、今一つ新しいアイデアも出ないし、成績も良くない、つまんないっていうことになっちゃってるんじゃないかなと思うんですよ。で、気が向かないとつまんないから行きたくないし苦痛なんですよね。苦痛を感じてるものっていくらギャラをもらっても不満になるんですよ。でもすごく楽しい経験をしたりとか、すごく嬉しい経験したり、すごく気持ちいい経験したら、少ししかお金もらえなくても、いや、お金までもらえるんですかってなっちゃいますよね。ちょっとね、例えが申し訳ない、悪いんですけども、男性職人分かりやすく言いますね。ちょっとこう、私は全然縁がないんですけども、ちょっとね、性的な興奮を覚えて、風俗関係の店行くじゃないですか。で、なんか90分とかコース、ね、満喫しましたよね。終わった後で3000円くれたらどうします？料金なんていただきません。逆に3000円あげますって言ったら、こんないい思いしてさせてもらったのに3000円ももらえるんですか？ありがとうございますってなりますよね。だからとってもいい時間を過ごしたら、もうギャラが少なくても大満足なはずなんですよ。じゃあそれを普段の仕事に置き換えたら、とってもいい職場で、とってもいいね、環境で、とってもいい仕事ができてます、もう毎日ワクワクしてます、出勤が楽しみでしょうがありません、で給料は安い、それでも行くと思うんですよ。で給料が安いことでその快楽を手放すんだったら、もったいないっていうトータルでのね、駆け引きが生まれると思うんですよね、差し引きが。ゴーギャンの生き方もね、きっとそうだったんじゃないかなと思います。自分の思い通りにやった方が結局は自分も幸せだし、その幸せな姿を見て周りの人も留飲を下げてくれるだろうし、みたいなとこじゃないですかね。あんまりね、深く考えずにやってますね、私はね。気が向いたらやるみたいな、この YouTube の動画撮影もそうですよ。気が向いた時しかやってないですからね。だから一日何回も気が向くんですよね、きっとね。いってらっしゃい。